10月2日火曜日大津市議会議場で9月通常会議の本会議が開かれ決算関連議案を除く19件の議案が可決されました大津市議会9月通常会議の本会議では市長から提出されていた議案や請願について付託された常任委員会における審査結果の報告の後、と討論が行われ 平成30年度一般会計補正予算や大津市手数料条例の一部改正、大津琵琶湖競輪場跡地の無償貸付に関する議案など、また、請願について賛成及び反対の立場からそれぞれ活発に討論しました。その後、採決が行われ、その結果、決算関連議案を除く中級件の議案が可決されました。 また、議員から12件の意見書案と2025年日本万国博覧会の大阪・関西への誘致に関する決議の決議案が提出され児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書など4件の意見書案及び決議案を可決しました。 今後は10月5日金曜日から始まる決算常任委員会及び各決算常任委員会分科会で決算関連議案を審査し10月17日水曜日の本会議で採決を行う予定です。